慶応義塾では、先生というのは福沢先生しかおらず、あとは訓付けということが習わしとなっておりますが、本日は辰巳先生とお呼びすることをお許しいただければと思います。さて、その辰巳孝之先生は、本日ここにご参集いただいている皆様にご紹介する必要もないほど、日本だけではなく、国際的にも広く知られている方ではございますが、 ここで簡単に先生のご経歴をご紹介したいと思います辰巳孝之先生は1955年5月15日東京都渋谷区恵比寿にてお生まれになりましたお父様は上智大学文学部英文科教授辰巳豊彦先生お母様は千鶴子様です先生の父方のおじい様は 横浜賞金銀行ロンドン支店長を務めた辰巳河野城氏ですえ辰巳先生のお名前はこのおじいさまの漢字表記にちなんでえ名付けられたというふうに伺っております河野城氏はえロンドン駐在時には水中田久間久子、小泉慎三、水上滝太,太郎らと交流をお持ちでした さて辰巳先生は精神女子学院附属幼稚園を卒園後学習院にご入学になり初等科中等科高等科を過ごされます大学は上智大学英文科へと進まれ卒業論文はサミュエル・ベケットと安倍工房の実存認識というものでした学部子卒業後は上智大学大学院に学ばれ借田元志先生 秋山健先生、高柳俊一先生の訓導を受けられました慶応に着任されたのは1982年のことです慶応義塾大学法学部英語助手に就任され以来38年もの間、慶応義塾において教鞭を取られてきましたこの間、日本英文学会の新人賞を受賞され また、慶應義塾の女性及びフルブライト奨学金により、アメリカはコーネル大学にご留学。ジョナサン・カラー教授のもとで執筆されたエドガー・アラン・ポーロンで博士号を取得されています。以降、義塾内外、また学会内外でのご活躍は、皆様もよくご存知のことと思います。慶應文学部でも1990年より、 研究会をご担当になり私を含む数多くの学生たちが先生のもとでアメリカ文学の楽しさと奥深さを学びました塾外でも非常勤講師として東京都立大学首都大学東京学習院大学広島大学福岡女子大など数多くの大学で教えられまた海外でのご講演も枚挙にとまがありません 学会では日本マーク・トゥエイン協会英文校編集主幹日本アメリカ文学会東京支部長日本法学会会長日本アメリカ文学会会長慶應義塾アメリカ学会発起人代表慶應義塾大学芸文学会の委員長を歴任されました先生のご著書のリストにつきましては また後ほど皆様にお目にかけますのでここでは割愛させていただきますがこのように研究者としてまた恩師として辰巳先生の学音を受けた方々は数限りなくいらっしゃると思います。今日ここにお集まりいただきました皆様の多くは辰巳先生に何らかの形で学術的なあるいは文化的な影響を受けていらっしゃることと思います。 その一方で同僚としても辰巳先生は私たち英米文学専攻のファカルティにとりましてかけがえのない存在でいらっしゃいました。ここで同僚としての辰巳孝之先生をよくご存知の慶応義塾大学文学部教授であり元文学研究科委員長また慶応ミュージアム・コモンズ機構長でいらっしゃる松田孝美先生より 一言お言葉をいただきたく存じます松田先生よろしくお願いいたします英米文学専攻を代表して一言辰巳先生にお礼の言葉を述べさせていただきます 塾大学文学部の松田隆でございます私自身は二十数年にわたって二年下の同僚として辰巳先生とご一緒させていただきました僭越ながら辰巳先生は常に膨大な読書量に支えられてとても緻密なリサーチをする方と私には映っておりましたそれは対象の読者聴衆が PMLA のような 国際的学会誌であってもあるいはチコちゃんであっても全く変わることなく常に発揮されていて私は辰巳先生の再利、えー、な筆致はまね、まま、られなくともせめてそうした姿勢は忘れずにいようと密かに心がけておりました先生が定年でご退職になるというのはなんだか天井に穴が開いてどんよりとした えー、曇り空がのぞくような感じで、えー、心細く寂しい気持ちです。まあ、そうした個人的なことはともかくとしましてご退職にあたって先生の数ある大学及び大学院教育へのご貢献のうち特に一つ改めて強調しておきたいことがございます。英米文学専攻に博士論文執筆のための本格的な内気ができたのは 四半世紀前ですが辰巳先生はその最初期から数多くの学生を博士論文執筆に向けて精力的に指導され結果としてコンスタントに学位を取得する学生を輩出されました先日の最後の研究会委員会でも先生は審査報告をなさいましたが何よりも重要な点は論文審査においては常に その分野において中心的な海外の研究者に副作を依頼することで論文のスタンダードを世界的レベルに保つという模範を率先して示された点です我々同僚もそれを見習ってまいりましたこの春には修士課程博士課程ともにそれぞれ10名ほどの学生を受け入れる予定ですが人文学にとって冬の時代に何とか 英米文学専攻が未来を見据えて研究者を育成することを続けてくられたのは辰巳先生の存在が極めて大きかったと言えます専攻を代表して心から御礼申し上げます辰巳先生本当にありがとうございましたアメリカ文学の領域では大串教授をはじめとして先生の批発を継ぐ中堅若手の研究者が 国際的な研究は引き継いでくれると信じておりますし私ども全員襟を正してさらなる研さを積むことをここに約束したいと思いますそしてどうか今後とも変わらずよろしくお願い申し上げます先行一同また辰巳先生と一緒に美味しいワインを飲むことを楽しみにしております以上簡単ではありますが、えー 専攻代表してのお礼の言葉とさせていただきますが、辰巳先生ご自身はちょうど今、こちらの会場に向かっていらっしゃるようです。カメラが追っておりますので、そのご様子をちょっと見てみましょう。 松見隆之です、えー。本日はあの日本の国内からさらにはあの欧米やオーストラリアからお集まりいただき心から嬉しく思っております。まずあの本日の最終講義を実現してくれたあ方々にあの御礼を申し述べたいと思います。まず、あの総合司会の。 大串久代先生、それからあの過分なお,こお言葉を賜った増田孝美先生そして、えーまあ、慶應義塾の中では文学部英米文学専攻の、まあ、スタッフの方々そして慶應義塾芸文学会慶應義塾アメリカ学会の方々そして今日あのアシスタントとして。 手伝ってくれているアメリカ文学専攻のゼミのあの諸君ですね。えー、まあ榎本祐樹君、それからあの松村美里さん、メカリひなさん、それからあの篠崎裕斗君、あの本当にどうもありがとうございます。えー、まあいよいよあの最終講義 <laughs> ということになりまして、えー、タイトルは、まあ、最後の授業。 慶應義塾とアメリカというふうにまあ定めましたけれどもえまあこれはあの数年前からまあ最終講義をやるならあこのタイトルしかあるまいというふうに <laughs> 思っておりましたで、えー、本当にまあ私自身はあの気分だけは若い若いとずっと思っていたんですけれどもあのしかしあのついにあの まあ年齢として最終講義を行わなければならないというまあ局面を迎えましてやはりその時に一番あの興味が湧いたのは、えー、まあ我々の先人は一体どんな形で最終講義をやってきたのかということでございましたで、あのー、今の時代は誠に便利なものでですね あのちょうど私が最終講義どうしようかと思っていた昨年2020年に角川書店から「日本の最終講義」というアンソロジーが出ましたでここには鈴木大拙からあの鶴見和子土井竹雄江藤淳というそうそうたるあの顔ぶれの,あの最終講義が、まあ、再録されておりまして、まあ、それを読むことが できます。でまあ、皆さん、あのまあ、大体ご自分の研究がどんなふうに始まってそれで最終講義の時点ではどんな局面を迎えそして、えーまあ、これから一体どんな展望があるのかということをお話になってる点ではどの方もまあ共通している感じがいたしました。まあ、あの中にはご自分の,あの学歴から、まあ あの研究歴以上に学歴からあの話しておられる方もいて、まあ、これなどは、まあ、アメリカ文学の中ではあの、えーまあ、ヘンリー・アダムズの教育みたいなあの、まあ、そういう展開の,の最終講義もございました。で、えー、まあ,あのこれは最終講義がまあ一つの終わりであるというふうにすると。 まあ確かにじゃあ,あのこれを聞いてらっしゃる皆さんはじゃあ,あの終わりがあるなら始まりもあったであろうというふうに、まあ、当然あの思われるわけでこれはあの私の、まあ、尊敬する作家の水村美奈さんはですね、えー、師匠であったあのイェール大学教授ポールドマンが亡くなった時に、まあ、あの終わりがあるなら、まあ、始まりもあったであろうそして、まあ、人々は。 その終わりと始まりを結ぶ、まあ、ちょっといい話を聞きたいと思うであろうということをお書きになっていますですから、まあ、そう考えますとやはり私にとってじゃあ始まりは何であったかということですねでまあ私は割とよく聞かれるのは あの最初に読んだ SF 小説は何,あの何だったですかね最初に読んで面白かった SF 小説は何だったかということは割と聞かれるんですね。でこれはあの私はもうあの必ず答えるのはあのコナン・ドイルの、まあ「失われた世界です」というふうに、まあ、答えるのがもうあの定番で決まっておりますけれども、えーまあ、いわゆる文学。 を意識するということはやはりこれあの言葉を意識し,そ,しかそれからまあ言論を意識し、えー、そしてまあ言語そのものを意識するということですからまあそういうことを,をめぐる文学的感動を最初に覚えたのは、まあ、いつだろうかというふうにあの記,記憶を手繰り寄せてみますとまあ やはりそれは小学校高学年、まあ、確か6年生だったと思いますけれども、えー、教科書に出ていたあ19世紀フランス作家のアルフォンス・ドーデの「最後の授業」という短編小説であります。でこれはあの非常に当時のまあ小学校6年生にはまあ印象深いものでした。もちろんあのー まあ、こちらは12歳ですからその不仏戦争が何であったかなんていうのは全く知らないわけですねそれから、まあ、帝国主義とか植民地主,主義なんていうことも全くあの理解していないただまあ,あの単純にあの,、えーあのまあ、アメル先生という方が、まあ、フランス語の授業を、えーまあ、これが最後だとして、まあ、明日からはドイツ語が教えられるのだと。 言って、えー、まああの主人公のまあ少年がですね、まああのあ今までもっと勉強しておくべきだったというふうに思うだから、えー、まあこれはあの簡単なストーリーは皆さんのあのお手元にハンドアウトがあると思いますけれども、えー、このハンドアウトのあの一番に、まあ、一応掲げております。えー まあ一応あの今日の,あのモチーフの一つですので、えー、あらすじをまあ紹介すると、まあ、ご存知の方はよくご存知と思いますがあの記憶を新たにしていただきたいと思うのは、まあ、舞台は、えー、これは不仏戦争が終わった頃ですねそして、あのーえー、場所はアルザス。 ロレーヌという、まあ、フランスの北東部であるで、えーまあ、主人公は非常に能天気なあの勉強嫌いの,、まあ、あの学校にはしょっちゅう遅刻ばっかりしていく少年フランツでありますそしてあのいつも通りあのまり、あ、遅刻して教室にこそこそ入ろうとしてる。 しかしそのこそこそ入ろうとした時になんと教室の中にあの村のお歴々がなんか立派な格好をして授業参観してるんですねそれはあのその日にあのそれまで40年間教鞭を取られたアメル先生が、えー、フランス語の最後の授業をなされるとでそれはどういうことかというとまあ、アルザス・ロレーヌは、まああのえー、フランス領だったのが夫婦戦争にまあ 負けて、そしてあのドイツに、まあ、割譲されることになったので、もうあのフランス語を、もう教えることはできないと。いうことになったわけです。で、まあ、その時に、あの、まあ、えー、まあ、あ肝心なのは、まあ、これは私が子供の時に読んだ印象ですけど、その時やあの少年フランツは非常に焦りまくるわけですね。一体。 あのもう今日で授業が最後だっていうのは自分はあの今までなんと怠けてばっかりいたんだろうとこれはやはりあのもっと勉強しておくべきだったっていう形でまあ非常に反省するわけですそしてまあアメル先生はまあ一番最後にあのまあ黒板に対処してですね「のビブラフランスとまああと「フランス万歳」とまあ対処して。 そしてあの短編小説は幕を下ろすわけですねまああの単純に振り返るとそういうまああの簡単な話なんですけどまあ小学校の時に読んでまあ非常にいい話だなというふうに思いました <laughs> まあそして、えー、まああの ま、この道での最後の授業はですね。まあ、ここにあの地図を掲げました。けれども、あのアルザスロレーヌがまあちょうどフランスとあのドイツの境にあるというのが、この地図からもまわかると思います。えー、このパワーポイントのあの右上にあるのは、まあ、そのアメル先生がまあフランス万歳というふうに板書して。 えーまあ、物語が幕を閉じる <laughs> 瞬間でありますけれども、まあ、ここで、えーまああのー、肝心なのはアメル先生はこういうふうにもまあ言うんですね。えー、これはあのー、この小説の中の <laughs> まあ一つの、あのーえーまあ、一番重要なあのー まあセンテンスだと思いますけれどもこういうふうに言っているまあ民族が奴隷になった時、まあ、自分たちの言葉さえしっかり守っていれば牢獄の鍵を握っているようなものだと、えー、まあこれは一応あのフランス語原文とあの英訳をここで並べておきましたけれどもあのフランス語の原文でも一応あのエス・クラブという 動詞が使われ、あの英語でも「エンスレイブ」という動詞が使われているので、まあ、この日本語訳はあの正しいものと思います。でまあここで肝心なのは自分たちの言葉って言ってる。でこれは私が小学校の時にはもう完全に見逃している <laughs> 部分なんですけどここで肝心なのはですねあのやはり。 このアルザス・ロレーヌというあの場所の特異性でありますでここはあの歴史的にはもうあの、まあ、何度も何度もあのフランスになったりドイツになったりまたフランスになってドイツになってっていう、まあ、そういう繰り返しだった場所で、まあ、あの非常にあの潤沢な天然資源があるので、えー、狙われやすい場所だったわけですが。 えーまあ、なんであのこういう小説の,あの素材に選ばれたかといいますとこの「アルザス・ロレーヌ」ではですね基本的には、まあ、人々がしゃべっているのはドイツ語であると、まああのえー、人々の大半がしゃべっているのはドイツ語であるということがあります。し、まあ、しかし あの1789年のフランス革命の後に、えー、まあこのアルザス・ロレーヌの人たちは、まあ、非常にあの、まあ、フランス、まあ、意識としてはフランス国民という、まあ、そういうまあ、意識を持つようになったわけですね。そしてこのあの最後の授業でもにわされていますけれどもあのやはり。 明日からはあのもうここではフランス語は喋れないという時に、まあ、プロ社のことを、まあ、非常にあの、まあえー、フランス少年ですら、まあ、憎むというそういう展開もまあ入っています。ですから、まあ、そういうことを考えますとこの作品はあの非常に深いわけですね。でつまりあの基本的にはドイツ語が 母語である人たちが、えーまあ、これが、あのーまあ、結局あの、まあ、フランス語というかあの貴族意識としては、まあ、フランスにあるそして、あのーまあ、アルザスロネ・ロレーヌがドイツに割譲されてしまうということを、まあ、非常にあの悲しく思っているというだからここでは母語と公用語がまあ違ってくる。でまあ、ここの ポイントはその、えー、アルザス・ロレーンの人たちの大半がドイツ語を母語にしながらもあの宗教的にはその大半がカトリックに帰依しているということがあります。ですから不仏戦争の、まあとになって、えーまあ、このアルザス・ロレーンの人たちは、えーまあ、一応あのフランスに、まあ、移住してもよい。 まあそれからアメリカに移住してもよいということにまあなっていったんですねですからそういう意味であのまあ言語とまあ宗教それから自らが貴族意識を持っているまあ国家との間でまあ引き裂かれている感覚というのがまあ,あるただあの小学生の私にはそんなことは全くわかりません、まあ、そこでで私が理解できたのは やっぱりあの一生懸命勉強してないと明日からその自分の好きなあの科目そのものがなくなってしまうというそういう切迫感だったですね。でちょうど小学校6年生から中1に上がる時っていうのはあまあ中学に上がったら <laughs> もっとまともに勉強しなきゃなっていう気分になるわけだしそれから小学校6年生を教えている先生方にとっても、まあ、最後の授業っていうのは まあ絶好ののテキストだったのではないいいかとううふうに思いますですからあのこの「アルフォンス・ドーデの最後の授業」というテクストは、まあ、12歳の私にとっては、えー、まあ最初の学ぶことに関するアレゴリーズバリ言えばこれは私が一番最初に出会った学問の勧めであったわけですね。 まあ、とにかく勉強はしなきゃいけないあの学ばなきゃいけない、えー、ですからあの一番最初に読んだ時は子供の時読んだ時はそういう印象だった <laughs> ということはまあここで強調しておきたいと思いますけれどもじゃあ,あの、まあ、大学になってそれから大学院になった頃、まあ、70年代から80年代にかけて この「最後の授業」っていう小説が随分批判を浴びるようになります、まあ、この頃はまあ日本もまあ高度成長期でジャパンアーズナンバーワンとかまあそういうことも言われそしてあの帝国主義批判とか植民地主,主義批判とかまあそういうものも相次いできますからこの「最後の授業」っていうのは <laughs> まあ言ってみればあのえまあ植民地主,主義に批判を浴に 加担してるじゃないかっていう形でこのアメール先生っていうのはあのむしろそんなフランツが少年フランツが尊敬すべき人じゃなくてむしろあのアルザスロレーヌの人たちにとっての加害者ではないかというそういう批判が相次いでくるんですねそれであのまあああそうなのかとまあ最後の授業っていうのはこれは 私はあの子供の時読んだ時には学ぶことに関するアレゴリーだと思ったけどまあこれはいろいろそういう歴史的な背景を知ると、えー、まあ植民地主義に関するないしまあ言語帝国主義に関するアレゴリーなんじゃないかというふうに、まあ、あの思うようにはなったんですただやっぱり読み直すとですねそんなに悪い小説じゃないやっぱりこれはちょっといい話なんじゃないかと。 いうふううふに思うんで,す、ね、でまあ先ほどから言ってるこの民族が奴隷になった時自分たちの言葉さえしっかり守っていれば牢獄の鍵を握っているようなものだという教訓はまあこれはとてもいい言葉ではないかというふうに思うわけです。で、えー、まあここであの指摘したいのは実際この小説を研究している 方々そこの小説の授業史ですね特に日本における授業史を研究しておられる方々の中にまああの、えー、深川源一郎さんという方がおられて、えー、というか最後の授業」というこのテクストが1980年代に教科書から消えるということをあの研究しておられるでまああの結局 うで、まあ、自身はですねこれ、はいまあ、一見したと,ところ国語愛のようなあの形で書いてるようにも見えるんですけどなんとあの繰り返しますがアルザス・ロレーヌの人たちの母語はドイツ語であるで、まあ、公用語があの、えー、フランス語であるって、まあ、そういう引き裂かれた状況ですから、まあ、そ,うそういうシチュエーションをとって随分、まあ、批判が相次ぎました。で1986年 以降最後の授業はですねあの日本の国語の教科書から姿を消します、まあ、今でもあの読むことはできますがまあ子ども向けの,あのポプラ社のエディションとか、まあ、岩波文庫には「月曜物語」っていうタイトルで入っていますけれどもしかしあのもう日本の教科書で最後の授業が扱われることはなくなったその、まあ、きっかけになったのはおそらく1977年の、えーまあ、蓮見茂彦さんの「反日本語論」。 ですね、で蓮見さんはアルザス人にとっての他人の言葉を、えー、国語として彼らに強制する加害者、まあ、それがアメル先生に他ならないのだという批判をするしそれから田中克彦さんは1981年に出版した、えー、これ岩波新書の「言葉と国家」の中で最後の授業は言語的支配の独善をさらけ出した文学などとは関係のない植民者の 政治的戦場の一辺でしかないともうボロクソですねですからあのまあ日本では、まあ、そういう形で、まあ、一定の植民地主,主義批判の、まあ、イデオロギーとともにこの「最後の授業」というテクストが葬られた。で、まあ、ネットなんかであのいろんな反響を見てますと、まあ、やはりこの流れに乗ってあのそもそもアルフォンス・ドーデっていう人はこのアルザス・ロレーヌの。 人たちの国語が、まあ、母語を書かないで、まあ、国語があのフランス語であるかのように書いてるっていうのはこれはやっぱり一種の、まあ、ペテンではないか肝心なことを書かないでなんか非常にあのオブラートに包んでいると、まあ、ペテン師ではないかっていうあのそういう激烈な批判もあの出てきます。ただまあ これはちょっとよく考えるとおかしなことで、まあ、作家がペテン師であることは往々にしてあるわけで政治的に間違った文学作品とか、まあ、狡猾なまでに言語戦略を練った古典的傑作などというのはこれは文学史上いくらでもあります。ですからまあそういうことを感じながら21世紀の今日もう一度この最後の授業というテクストを読み直すとですね まあやっぱりあの、まあ、ちょっといい話なんじゃないかっていう印象は変わりませんただまあ私の解釈はその12歳の時と、まあ、20代になった時、えーまあ、あの別々の角度からあの行われていますので、まあ、今あの定年を迎えた今でも多分別の角度からあの読み直して。 まあ別にこれが文学じゃないとか作家はペテンシだとかそこまで言われるような小説ではないだろうとむしろあのそういうふうに思われるってことはむしろ、まあ、それこそが文学であり物語というものではないのかなというふうにあの思うんですね。でじゃあ今日ではこの作品はどう読めるかというとやはりあの一つの,あの戦争が終わって戦争が終わって 敗戦というものを、まあ、受け入れた時の、まあ、敗戦国。における、失われた大義というものがあります。ええ、だロストコーズというものです。まあ、これは。あの、えー、まあ、あの、これから、今日の話の、あの。中心になる概念で、ありますけれども。えー、失われた大義、だロストコーズ、というのが。 まあひょっとしたらこのまあアメル先生の言葉フランス万歳というところに込められてるんじゃないかというふうに思いましただからあのここでまあ整理しますと私子供の時にこの最後の授業を読んだ時はあのこの小説はまず第一義的に学ぶことに関するアレゴリーではないかまああの 一種の学問の勧めではないかというふうに思ったわけですが、えーまあ、その後70年代80年代になった時には、まあ、これはあの、えーまあ、植民地主義とか、まあ、あの言語帝国主義をめぐるアレゴリーではないかというふうにも、まあ、思って批判される理由もよく分かったつもりですが、まあ、今回あの、まあ、私が曲がりなりにも、まあ、アメリカ研究をする立場から読み直すとこれは、まあ、アメリカ研究において あのまあ、一種定番のトピックである「Lost Cause」失われた大義をめぐるそういうアレゴリーなのではないかと思われてきたんですね。であの、まあ、失われた大義と聞くと、まあ、おそらくアメリカのまあ南北戦争に関わる、えー、トピックだというふうに、まあ、アメリカを研究してる人はそう思う。 だけどごく最近2008年にあの現代を代表する、えーまあ、批評家思想家であるスラボイ・ジジェクがですね、えーまあ、失われた大義の擁護と訳すことができる「In Defense of、uh, Lost Causes」という、えー、本を出しましたこれはあの「放題は大義を忘れるな」という放題、まあ、で。えー これはあの中山さん鈴木さんの流麗、えー、な翻訳で出ておりますけれども、えーまあ、この本の中で、えーまあ、あのスラボイ・ジェクが言ってるのは例えばマルクシズムとかスターリニズムとか、えーまあ、それからもちろん文化大革命ですねであのそういうものそれから最後、まあ、最終的には友情といったものに至るまでそういう大義 が今日失われてし,まったしかしまあ,あのじゃあ大義の代わりに来たものは一体何かというと、えー、そのリベラル民主主義というのはあまりにも安易ではないかという視点なんですねだからリベラル民主主義があまりにも安易ではないかという批判的な視点から失われた大義というものを、えー、もう一回考え直してみようというのがスラボイ・ジエクの。 立場でありますこの本「In Defense of Lost Causes」の中ではあの、えー、実はあのアメリカの南北戦争のことはほとんど出てまいりません。でだからこの、えー「失われた大義」の本のように、まあ、タイトルは読めるのに、えーまあ、あのアメリカに限った話ではないわけです。だからそこがジ,ジェクの オリリジナリティですねだからあのアメリカ南北戦争からあの、まあ、発症した失われた大義ロストコー a という概念が今結構グローバルな意味合いを持っていろんな時代いろんなあの国家あに、まあ、あの当てはまって、えー、応用可能なのではないかというふうに、まあ、ジジックは考えたわけです。 でまあ私の専門は、まあ、アメリカ研究ですから、えー、やっぱり映画なんかを見ても「こうロストコーズって出てくると非常にピンときてしまう、まあ、そこでごく最近の映画でもあのやっぱり、まあ、聞いていたらこの単語は出てまいりました、えー、あのこれで、えー、ハンドアウトではですね、まあ、2番ですね2番の,あの引用になりますけれども、えー これはちょうど、えー、一昨年ですか。まあ、二千十九年にあの公開されたハあのハリウッド映画で、えー、ハリエットというのがあります。えー、このハリエットの主人公は、えー、黒人女性奴隷であります。まあしかし逃亡奴隷なんですね。まあ彼女はあのあまりのその所有者あの仕打ちに耐えきれずにまあ逃げ出して、えー、逃げ出すばかりか。 あの北部と南部のスパイのようなことも行いそれからまあ地下鉄道というのがありますけど、まあ、これはあの黒人奴隷があの逃れるための,あの特殊なルートということで地下鉄道というのがありますけど地下鉄道の車掌も行うしそれからあの最終的にはあのライフルを絶えず構えて非常に武闘派の、えー、黒人女性として、えー、これはあの。 黒、まあ、人奴隷の中ではモーゼモーゼというふうに呼ばれるんですねですからまあ一種の,あの救世主のように <laughs> 崇められるわけですけれども、えー、あの映画の舞台は大体1840年代後半から50年代ぐらいなんですけれども、まあ、その映画のクライマックスでですね、まあ、今私があのパワーポイントでちょっと上げている写真ですけれども。うん えー、ハリエット・タブマンの,あの、えーまあ、所有者をあの、まあ、名乗るギデオンという男が、まあ、彼女に非常に未練たらたらで追っかけ回してくるわけですが、まあ、ハリエットは、まあ、ライフルをあの手にしていますから、まあ、ライフルで、えー、このギデオンを逆にあの撃つわけです撃って脅すすわけで,すでその時に、まあ、何を言うかというと、えーまあ、ハリエットはですね まあ、あんたの仲間の,あの若い連中はみんなあの、えー、宿泊して、えー、みんな失われた大義のために宿泊して命を落としてるんだとで、まあ、あの神様は人間が人間を所有するなんてことは断じてお,ゆお許しにならないんだよということを言うわけですで、まあ、一番最後には「まあ、our time is near」私たちの、まあ、時代がやってくるんだと。 いうことさえまあギデオンに向かってまあ言うわけですね。でこれはあのあの非常に印象的な場面でそれでまあ今ハリエット多分まあ大変にあの、えー、まあアメリカ合衆国で再評価されて二十ドル札の新しい顔になるということが。 えー、まあトランプ政権では一回この案が没になったんですけれど20ドル札ってはもともとはアメリカ第7代大統領アンドリュー・ジャクソンが20ドル札の顔だったんですけれどもまあ今の時代に鑑みて、まあ、ハリエット・タブマンを20ドル札に持ってこようという動きが近く実現するはずだと思います。で そこでです、ねえー、あのじゃあこの「The Lost Cause の」の、まあ、語源というのはどういうものなんだろうということで、まあ、ハンドアウトではまあ3番のところに3番以下に徐々に入ってまいりますが「えーまあ、The Lost Cause」というのはこれはあのオックスフォード英語大辞典をひもときますと実は一番最初に出てくる要例は「 イギリス文学史のあの、まあ、定番である19世紀マシュー・アーノルドの、まあ、言葉の中で「えー、オックスフォード大学っていうのはそもそも失われた大義の恩賞なのだ」という言葉が出てまいります。でそれが1865年ですね。まあアーノルドにとっては例えばオックスフォード運動の、まあ、たて役者のジョン・ヘンリー・ニューマンなどは まあ、一つの,あの、まあ、ターゲットであったと思いますから、まあ、おそらくはあのアーノルドはそういうオックスフォード運動のテン、まあ、やわんやがあ,のあって、まあ、宗教的にもあの、まあ、いろんな形で騒動があった、まあ、あのオックスフォードということを、まあ、念頭に置いていたのかもしれませんけれども、まあ、あの今はあのイギリスの話ではないのでここで置いておいて。まあ あのアメリカではちょうどその翌年なんですね。あのロストコーズのあの最初の要領は1866年であります。つまりあの南北戦争があの終わった翌年であります。これはエドワードポラーという人があのまあ。えー まあ南部の,、まあ、あの失われた大義ということを、えーまあ、中心に、まあ、本を書いたで、まあ、そしてそもそもその本のタイトルにしたわけですね。で、えー、まあそこから「Lost Cause」という単語は一応南北戦争の南部をめぐる、まあ、神話として浸透していった。でえー まあ、ただそれ具体的にはどういうことなのかということですねロスト構図というのは一体あのそれが神話というふうに言われるだ,だからあの単純に「だロスト構図だけじゃないです「だロスト構図ミスという言い方をするんですだからそれは一体どういうことなのかと考えると、えーまあ、ちょっと今パワーポイントにはこういうふうに、まあ、まとめましたそしてあのハンドアウトでは3番にまとめて。 起きましたけれども、一体失われた大義がいかなる形で神話になっていったのかということですね。<laughs> で、まあここでちょっと思い出していただきたいのは、あのハリエットタブマンという先ほどお話しした黒人女性奴隷があの自分のあの、えー、所有者あ元所有者であったあの。 ギデオンに対して、えーまあ、あんたらの仲間の若い連中は失われた大義なんてもののためにあのどんどん命を落としてるんだと言っている。でまああれはあのーえー、年代としては1840年代後半から50年代の初めあたりでまだ南北戦争が勃発しておりませんのでだから、あのー、つまりそれはどういうことかというと「ロスト・コーズ」という単語は彼女は あの映画の中ではそれを発話していますけれども、えー、歴史的には実際あのその単語はまだ作られてないということですまだ南北戦争を勝つか負けるかもあの分からないわけですからそれをあの一あの逃亡奴隷があの元所有者に対して、まあ、あんたらが守ってるんだ失われた大義に過ぎないという、まあ、そういうふうにあの というのはそれは逆にあの現代から見た一種の歴史改ざんといってかなあの叶わないと構わないと思いますまあ一種のクリエイティブアナクロニズムですねでまあしかしあのじゃあそれは映画監督がまあ勝手にやった一種の歴史改ざんなのかと単純に責めることはできない。なぜなぜらばロストコーズという概念が あの含んでいるのは元々歴史改ざんんだからなでですねでそれはあのまあご覧いただいているハンドアウトの3番でもわかると思うんですけれど、まあ、失われた大義神話の極意七か条というふうにこのパワーポイントではあのまとめましたけれども、まあ、別にあの一つ一つ ご説明していくと、まあ、長くなるんですけれども、まあ、結局どういうことかというと、えーまあ、南部の白人に言わせれば黒人奴隷制っていうのはあの非常にこれはあの、まあ、慈しみ深いあの制度であってこれはあの、えー、奴隷所有者も黒人奴隷も両方とも満足してるシステムだったの。 ただもちろんその封建的でやや古臭くなってるから別にあの戦争を行わなくてもいずれはあのまあ消えていく制度だったそれをあの北部がまあ無理やり戦争を起こしてえまあ奴隷制を廃止してしまったんだとまあそういう言い方ですね。だからあの結局黒人奴隷制が実は 南部にとっては南北戦争始まる前は最大の大義だったわけですよ、えー、構図だったわけですけれども、負けてみるとこれは黒人奴隷制が実はあの南北戦争の原因じゃないんだと、まあ一種の歴史改ざんを行っているわけです。じゃあその結果どうなるかというと、むしろあのアメリカ合衆国憲法でまあ定められた通りに、まああの南部十一州はあの連邦から脱退するという権利を 行使したに過ぎないだから憲法がそうなってるんだというところに話を持っていくわけですね。それからさらにあの南部連合っていうのはもともとそんな軍事力はあのなかったんで結局あの非常に限られた武力だったんだけれどもでもまあそれなりに頑張ったというそういう言い方をしている。まあそれから、えー まあ何といってもここがあの肝心なんですけれども、まあ、南部連合国としてはですねこれはあのどうあってもロバート・リー将軍をまあ一種神にも等しい存在として称え続けたいわけですよ。でロバート・リー将軍はもうあの歴史上最も優れた将軍の一人であった。 でじゃあ一体何で負けたんだっていうことになるんですけどそこで出てくるのがあの、えー、ジェームズ・ロングストリートという将、えーまあ、将軍軍のあのの、まあ、片腕でであったもう一人の将軍がいるんですねでこのジェームズ・ロングストリートがあのロバート・リー将軍の脇にいたにもかかわらず、えー、リー将軍の,あの命令にあの素直に従わなかった。 まあ、特にゲティスバーグの戦いとかそういう時にあのロングストリートが、まあ、ちゃんとあの、まあ、リー将軍の,あの戦略に従わなかったがために、まあ、結局負けてしまったんだとだからリー将軍がイエス・キリストだとすればジェームズ・ロングストリートというのがこれは裏切り者のユダだというふうにあの語っていく。だからこれはいわゆるキリスト教の 余計論、まあタイポロジーというやつですね。まあだからあのリ、ー、将軍をキリストにして、で裏切り者をまあロングストリートにするという形で、だこれがあの神話が出来上がる、失われた神話が出来上がっていくまあ第一歩ですね。まあ実際はあのリ、ー、将軍だって戦略を間違えたわけですよ。それからじゃあ一体北部のあの将軍であるユリシーズ・グラントはどうなのかと。 いうことになります。そうするとユリシーズ・グラントというのはですねこれはあの南部の,あの失われた大義の神話からするとこれあのグラントっていうのはもうあの全く無能で、えー、あのただただあの、えーまあ、相手と見たら皆殺しにしていく屠殺業者だと言うんですね屠殺業者なんでまあこれはあのブッチャーブッチャーという言い方をしている。だだだからそのただただあの まあ、バカ力があってそれからあの北部は南部に比べて大変な物量作戦に出てそれで結局南部は負けてしまったんだという言い方をするそれからさらにまあ、北部が南北戦争に勝利したのはこれはあの20世紀的なあのトータルウォーですね全面戦争全面戦争に訴えたから 全面戦争っていうのはこれはまあもちろんそのナチス・ドイツの,あのアウシュビッツとかまあ広島長崎に代表されるつまりあの罪,の罪もない人たちも全部巻き込む戦争ということですよね。ですからそういう20世紀的なあの全面戦争に訴えたから北部はあの勝ったんだというまあそういう言い方をしているわけです。 ですから、まあ、その意味ではあのもう歴史改ざんの,あの嵐なんですけれども南部ではしかしこのようにあの改ざんされた形であの失われた大義神話というのができていって今もこれを非常に強く信奉している人たちが、まあ、あの多いということです、ね、でこれは南北戦争に限りません南北戦争をめぐる物語。 といいうののがその後何度も何度度もも描かれていくわけですねでそれはまあもちろんあの、まあ、今のパワーポイントでご覧に入れたようにまあ左上の,あのマーガレット・ミッチェル原作の「風と共に去りぬ」ですね。でまあこれは1936年ですけど全く同じ年にあのノーベル文学賞を受賞したウィリアム・フォークナーによる「アブサルム・アブサルム」。 あの書かれていて、まあこの両者は、まあ昨今のアメリカ文学史では非常に構造的に近いものを持っている。まあその構造的に近いものっていうのは、まあ結局だロストロストコーズですね。まあ失われた大義をまあめぐる <laughs> まあ神話にまあ加担しているというわけです。で、えー、まあ実際あのまあ風と共にサリーヌで。えー スカレットオハラの,、まああの恋人役の一、まあ、人は、まあの,あの重要人物だったりします、まあ、あのそれは具体的にあの映像作品の中でもそういうふうに、まあ、描かれるので誰も否定する人はいないと思いますけれどもしかし、まあ、ここでちょっと強調したいのはあの、まあ、一見そう見えないけれどこの失われた大義神話に加担している映画も あるとということです。それはあの、えー、フォレスト・ガンプというんですねでこれはあのロバート・ゼメキス監督ですから、まあ、ハリウッドのエンターテインメントの巨匠であり、まあ、しかもあの主演がトム・ハンクスですからこれはもうあの大ヒットした映画でありますしかし、まあ、ここで非常に肝心なのはフォレスト・ガンプの <laughs>、まあ、名前ですね この,この名前の,あの起源はネイサン・フォレストという、まあ、あの南軍の,あの、まあまあ、南部に属してた軍人でしかも KKK をあの作った人なんですね。ですから、まあ、KKK クー・クラックス・クランといえば、まあ、もちろん南北戦争後に、まあ、あの結成された白人優越主義集団であり、まあ、もちろん KKK が出てくる映画は昨今では。 い、まあ、いろいろあります、まあ。マルコム X にも出てくるしからあのミシジピ・バーニングにも出てくるしそれから最近では KKK そのものを、まあ、非常に、まあ、茶化したというか洒落の飲めした「ブラック・クランズマン」という映画もあ,のあったわけで,で、まあ、そう考えるとあの一見したところあの失われた大義を歌っていないように見える、まあ、そういう言説がいろんな形であの。 まあ蔓延してるでこれはのボルフガン・グ・シュベルブッシュという文化史の研究家によればあのまあこの1930年代に例えば「風とともにサリーヌ」がまああの大ヒットしたということはこれはあのアメリカ全体が大恐慌によって <laughs>。えー まあ、あの一種の南北戦争でいえば南部のような状態になっていたので、まあ、言ってみれば失われた大義というのがこれが南部だけのものではなくアメリカ全体のものとして国有化されたのだと国有化されたのだということをまあシュベルブッシュは言っています。これはまあ非常に面白いあの <laughs> 観点ですね。しかしここであのさらに話を進めていきたいのは、まあこれはあの、えー、ハンドアウトでは4番なんですけれども、えーえー、このミスタースミスゴズトワシントンという映画がございます。でこの映画はあのまあ1939年 に公開されているのでこれはあの風とともにサリーヌの公開と全く同じでありますでこの両者を並べるっていうのはどういうことかっていうことなんですがスミス「都へ行く」というそういう放題で親しまれていますけれども、えー、まあこの映画にも実は「ロスト・コーズ」という概念が非常に 重要な役割を演じるのでこれはあのまあご存知の方はご存知と思いますけれどもあのこれはあの原作があるんですが原作に準拠すればおそらくはミネソタ州と思われるところからあの出てきた若い上院議員の話ですね。でミネソタ州で一人上院議員の欠員が出たので。 まあそれを補うべくあのボーイスカウトの団長のジェパソン・スミスという、まあ、あの青年があの新たな上院議員としてあの、まあ、あの押し立てられていくんですけれども、まあ、それはどういうことかというとこう、まあ、彼があまりにも天真爛漫でそのまあで政治のことなんか詳しくないから、まあ、いくらでもこう周囲が。あの 操ることができるだろうと思って選ばれたんですね。まああのそれでこのジェファソンスミスというその青年の <laughs> まあお父さんというのがまあ実はジャーナリストでえ企業のまあ腐敗をまあ暴くのえまあ大変に貢献したということでえまあそこで。 えー、まあというか唯一戦う価値があるのはロストコーズだという言い方で出てくるでこれはあの、えー、ニュアンスとしては負け戦なんです、ね、失あえて失われた大義と訳すよりは負け戦なんですが負け戦と知りつつも、まあ、しかしやはり戦わなければならない戦いというのがあるんだと。 そしてあのこの「スミス都へ行くは」は監督はフランク・キャプラでイタリア系ですねそれからあの主演のスチュワートは北部ペンシルベニア出身でそれから原作のルイス・フォスターは境界、まあ、州であるミズーリー出身なので、まあ、いずれも南北戦争の中心地とは全然関係のない人たちが、まあ、作っている映画ですそしてこの作品の中で「ロスト・コーズ」というのも えー、具体的にはですね「南寺の,の隣人を愛せよ」という構図大義が出てくるに過ぎず、えー、南北戦争とは何の関わりもない何の関わりもないんですけどまあこれがあの興味深いと私が思うのは「風とともに去りぬ」と同じ1939年に公開されてる「風とともに去りぬ」は割とオーソドックスな失われた大義南北戦争における失われた大義をあの。 まあ、一つのモチーフとしてあるスミス都へ行くの方は。これは南北戦争とは関係がない。<laughs> 関係がないところでロストコーズというのが。あの、今、あの、大事なんじゃないか。っていう。まあ、そういう。あの、まあ、展開の映画ですね。まあ、一番最後はこの、まあ、ジェファソンスミスはですね。あの、議会で、まあ、延々と演説することで、まあ、なんとか、その。 まあ、負け戦になるかもしれなかったあの戦いを、まあ、勝ち抜くわけですけれどもまあこれはあのこの映画はですねそういうふうにアメリカちょうど1939年ですからちょうど日米海戦の前の時代でそれで、えー、まあ本当だったらあの <laughs>、まあ、日本でも、まあ、公開されるはずがあのやはり日本ではあの アメリカが政治的に腐敗してるみたいな印象を与えるということで、えーまあ、戦後やや公開が遅れたという、まあ、そういういきさつがあ,あります。で、えー、まあこの「スミス都へ行くまあミスタースミスゴーズとワシントンのパロディのようなタイトルで、えー、一冊本があ 出ましたそれはまあ我が国を代表する映画研究家の平野京子さんがお書きになった、えー、まあこれは「ミスター・スミス・ゴーズ・トゥ・トーキというそういう本がございます。でまあこれはあのワシントンが東京になったということなんですけれどまあ、あの平野さん 自身もおそらくはロスト構図のことを考えておられたのだろうと思います。それはどうしてかというと、まあ、これは、あの、平野京子さんは、あの、ニューヨーク大学。まあ、映画学科への、あの、博士論文として、提出された本なんですけれども。えー、まあ、その中で、まあ、彼女が分析しているのは、戦後の、まあ、G. H. Q. による。あの、言論検閲、において、えー、まあ、戦時中の天皇制とか。 帝国主義といった言論を言説を一切封じるその代わりアメリカの先輩特許であり最大の商品である民主主義を日本人の中に植え付けるというそういう操作がいかに巧妙に行われたかということを分析しておられるんですでそして平野さんは映画が専門ですから。 あの日本の映画監督たちがいか,にどういかにしてそういう検閲を受けたかということをあの分析しておられて、まあ、あの非常にこれは面白い本なんですけれどもつまりそこでは失われた大義っていうのはあの天皇制とかあの、えーまあ、日本の軍国主義ですよね。でまあ、その代わりに新しい、まあ アメリカから来たその民主主義というものが <laughs>、まあ、あの植え付けられるというわけで,で、まあ、そういう時にまあ日本の映画監督たちが表現者としてまあいかにまあ苦闘したかということですね。でそれで民主主義の,その、えー、象徴としてアメリカ側が強調してきたのがまあ男女の健全な恋愛とそれからキスシーンだというわけです。ですから これはあの平野さんがご自身でご自身の本を訳された時の,あの、まあ、日本版のタイトルが「天皇と接吻」っていうんですねこの「天皇と接吻」そのと」っていうのがあのいかにも絶妙なあの形で日本語としてはあの収まっていていろんなふうに取、まあ、れるっていうのが面白いんですけれども。えー まあこれはだから天皇っていうのが失われた大義であって接吻っていうのがまあ民主主義、まあ、新しい大義としての民主主義をまあ象徴しているということになります。で、まあ、この平野さんのこのまあ素晴らしい博士論文を熟読された、まあ、これも我が国を代表するあの劇作家の坂手洋二さんはあのご自身が率いるまあ劇団林皇軍でですね あの文字通り「天皇と接吻」という演劇をお作りになりました。でこれは一つの博士論文だったものを演劇に仕立て上げてしまう,ってう非常に面白いんですけど、まあ、そういう芸当ができるのがまあ坂手さんの素晴らしいところでですから「天皇と接吻」というタイトルの本がなんと日本語で、えー、違う作者で2冊出ているということになります。 でえー、まあ、あのー、そういう形でいわゆる言論の検閲というのが、あのーまあ、行われるときに <laughs> まあそこで、まあ、大義として失われたものそれから新しい大義として、えー、衝動されるものというのが出てくるというのは、まあ、これはあのー、戦争というものを介在させると、まあ、必ず起こってくる事態。 なのでだからこう南北戦争の後にまあ,あのまあ形成されることになった失われた大義の神話というのはこれはひとえにアメリカ南部に限るものではどんどんなくなってくるというのがままあああの、まあ、昨今の私が非常に興味深いなというふうに思っているところです。でまあ あのそもそもそういう言語的な制約を受けて本当に作家たちはあの芸術表現上の障害しか感じなかったのかというふうに問うといや必ずしもそうじゃないだろうというふうにも思うわけですね。これはあのスティーブン・グリーンブラッドなんかも言っている,いるわけですけれどもあの,他のシェイクスピアは、まあ、エリザベス朝の中ではもちろんそのカトリシズムに。 まあ加担するっていうのはこれはあ,のあんまり褒められたものではありませんから、まあ、できるだけあのそういうあの、まあ、思考を表面にはあの、えー、出さないように非常に巧妙にレトリックをあの練り込んで最終的には作品の評価は。 まあ観客に任せていく、役者や観客に任せていく、それから。あの、これはニューヒストリシスト、アメリカのニューヒストリシスト、マイケルギルモギルモアも言っていますけれども。まあ南北戦争以前の段階で、すでに。あの言論、あの奴隷制を口にすること。っていうことに関して、まあ言論統制があった。というわけですよね。だから、あの奴隷制批判とかを。口にすると、これはまあたちまち。 リンチを受ける、まあ、だから南北戦争以前の段階でこれはあの、まあ、例えばハーマン・メルヴィルの「あのベニト・セリーノ」とかはあの白人と黒人のまあ葛藤を描いていますけれどもあえて時代をあの南北戦争ではない時代の過去にずらすとかですねそれからまあナサニエル・ホーソンもあの、えー、南北戦争にまあ なだれ込む時代にはこれはあの黒人奴隷制を批判する人たちがよくまあタールと羽のリンチというのを受けたわけですけれどもそういうタールと羽のリンチはまああのえアメリカ独立革命の時にも行われていたのであえてあの18世紀の方にまあ舞台をずらすとかまあそういうあの作業を行うことであえて あの言論検閲をまあ逃れようとしたまあ逃れてかつあの自分の表現力もあの、えー、最大に発揮しようとしたということがあります。でまあ、こういうことをあの考えてきますと、まあ、失われた大義というふうに訳されるロストコーズそれと一方では負け戦というふうに、まあ、訳されるロストコーズと、まあ、あの二重に見えてくるわけですけれども。えー まあここであの、えー、そろそろですね今日のあのサブタイトルで、まあ歌っておりますあのちょっと我が国との、まあ、関わりということをまあ少しお話ししたいというふうに思いますそれはあのやっぱり福沢諭吉をあの、えー、中心に置くとまあアメリカ の十八世紀から19世紀までがどのように見えてくるかということは、まあ、私は一貫して考えてきたわけですけれども。その福沢諭吉の言説の中にも、またロストコーズ。失われた大義を彷彿とさせるものが出てまいります。で、まあ、私は、まあ、福沢を中心にした時の。このアメリカのイメージを、だいたいこのパワーポイントのように <laughs>。 考えておりますあの私の、まあ、アメリカ文学誌を受講した方は、まあ、何度も聞いてきたという話題かもしれませんけれども、まあ、一応あの、まあ、福沢と「ロスト・コーズ」を結ぶ、まあ、一つの補助線として聞いていただきたいんですが、えーまあ、あのこのパワーポイントの,あの左上には「 あのベンジャミン・フランクリンが表面に踊っている100ドル紙幣を、えーまあ、示しましたそして右上にはあの福沢諭吉があの顔になっている一万円札を示しましたまあこの100ドル紙幣と一、まあ、万円札大体いい日米において、まあ、同じぐらいの価値であるということを考えた時にこの、まあ、フランクリンと福沢 のの関わりりっってていいうのも大変面白いことになってま,いりますでフランクリンも福沢も別に一国をあの政治的に主導する、まあ、トップではなかったフランクリンはやっぱり、まあ、大統領になったわけではない福沢諭吉も別に総理大臣になったわけではないしかしあのこの二人とも、まあ、フランクリンは、まあ、あのやっぱり。 アメリカ近代国家まあアメリカの,あの <coughs> 建国の父というふうに言われ福沢はあの、まあ、近代国家日本の父というふうに言われているわけですね。そしてあのまあ福沢とフランクリンということではこれまで随分いろんな比較文学的な研究があるんですけれども、えー、まあ,あの福沢はあの まあ、当初から、まあ、あの勝海舟なんかと一緒に「かんりん丸」あで、えーまあ、アメリカにあの2回行っていますけれども、まあ、とにかくあのアメリカをあの受容することにかけては、えー、福沢はあの、まあ、大変な <laughs> あの積極的な人でした。で、まあ、まずあのトマス・ジェパソンが起訴した1776年の,あの独立宣言を えー、まああの日本語に翻訳してそれが本邦初訳ですそれから、まあ、福沢が、えー、1872年にあの、まあ、一種シリーズとして、まあ、始める「学問のすすめ」は代表作ですけども「学問のすすめ」などを読みますとおこれはどう考えてもラルフ・ウォールド・エマソン。 まあ19世紀ロマン派の代表格まあ超越主義思想家のラルフ・ウォールド・エマソンの「セルフ・リライアンス」とか「アメリカン・スカラー」のまあその日本版じゃないかというふうにあの思われることがまあ非常に多いですね。それから右端のマーク・トウェンですけれどもまあ福沢とマーク・トウェンというのはちょっと比べるのは珍しいかもしれないんですけれども。 あの福沢はあのマーク・トウェーンと全く同じ1835年生まれでありますつまりあの同い年なんですねそしてあのマーク・トウェーンといえばいわゆるあのトム・ソーヤーとかハックルベリー・フィンとかいわゆるバッド・ボーイズ、まあ、あの悪ガキ物語で有名ですけれども福沢もあの「福王辞典」とかを読みますとですねあのなんかあの「 やっぱりあの稲荷のご神体の石をね自分で勝手にあの取り替えちゃったりとかそれからあのなんか友達の葬式ごっこをやったりとかそれからあのなんか手紙の偽造をしたりとかかなりな悪書きであります。ですからまあそういう意味ではあの福沢とといいうのも大いにあの関わるだから私にとってはこう18世紀から19世紀に至るアメリカのそういう文人知識人、えー たちがまあ福沢の中で一種スペクトラムのように乱反射しているというイメージであの捉えているんですね。でそこで今まであまり比較されたされなかったのがまあヘンリー・デビッド・ソロであります。ソロはあのエマソンの弟子であり、こあの今日ではエコクリティシズムとかネイチャーライティングの世界で非常に <laughs> 有名ですけれども。 まああのこの「のパワポ」のタイトルにもしているその福沢の例えば「痩せ我慢」の説ですね「痩せ我慢」の説とあのまあソローの「Civil d i s o オ e ビ,ビディエンスというふうにまあ言われているあの市民の抵抗をまあ比べるとまあこれは非常に近いものがあるんじゃないかという気もしてきます。<laughs> まず あのちょっと福沢の方からあの話をお進めますと、まあ、彼はあの明治維新の時には何をしていたかというとあの、まあ、福沢諭吉はあの、えー、ここはちょっと明確にしとかなきゃいけないんですけど徳,場徳川幕府に正式にあの翻訳係として雇われている幕臣であります。あの福沢は明らかに 徳川の幕臣であった、まあ、しかしあのだんだんあの徳川幕府にあの関心を失っていったというのはもう多くの研究が明らかにするところなんですけれどもまあこれはあの、えー、まあ、慶應義塾ではあの、えーまあ、それこそ神話のようになっているわけですけど戊辰戦争というかまああのこの明治維新の一種のクライマックスですね。まああの 上野でドンパチやってるときに、まあ福沢はですね、当時。まだ三田じゃなくて、芝のあの新鮮座にあった。えー、まあ慶応義塾で、えー、まあそこにある絵のように。まあ、とうとうと、あの、えー、塾生たちに。えー、これはウェーランドの、あの経済省。あの、まあ。こう、述してたわけです。講述というのは、あの抗議してたわけですね。 でつまりあのここで福沢が言っているのは <laughs>、まあ、とにかくあの世間がまあどんなに騒がしくてもです、ね、これあの学問の進歩はあもう学問の発展のためにはこうあの一瞬でもあの気を緩めてはならないのだということですね。そして,そしてあの福王辞典の中では彼は彼 あの世間に頓着するなということまで言っています。まあ、だから、あの、とにかく、あの、長崎の、あの、出島。に、あの、慶応義塾を例えていて。そして、あの、長崎の、あの、出島のように、あの、まあ、慶応義塾は、とにかく、あの、まあ、日本中が、あの。まあ、戦争していても、あの、学問の発展のために、あの、一日たりとも、あの、おろそかにはしないのだと。 ということをまああの言ったということで、まあ、大変有名なエピソードなのでこれはあの、まあ、福沢先生ウェーランド経済賞講述記念日という名前であの5月15日に、まあ、必ず三田、まあ、キャンパスの,あの演説館で、えー、講演会が行われることになっていますけれどもまああのこれはある意味抵抗の精神。 だ,と思いますだからある意味その、まあ、政府が、えーあのまあ、政府というかまあ幕府とあの、まあ、新政府になる、まあ、勢力の、まあ、争いの中で、えーまあ、福沢はあえてそういうあの、まあ、学問を選び取ることで、まあ、抵抗の精神を示したというふうに、まあ、ここでは一旦解釈することができる。 まあしかしそれはあくまで1868年の,あの時点のことで晩年になった福沢はまあちょっと方向を変えるんですね。でそれがこのまあハンドアウトではまあ5番のところなんですけれどえ彼の有名な「痩せ我慢の説」というまあテクストがあるわけですけれどもまあその中で。 えー、彼はあの、えー、かつては一緒に「あのりん丸」でアメリカに行った勝海舟のことを、まあ、激烈に批判しますだから勝海舟は結局江戸城を、まあ、無血解除をしたのはいいけれどもまあその後のまの、あ、新政府があ構築されるというのを見込んで、えー、あえて、まあ、徹底抗戦しなかった。<laughs> だからあ あまりにも物分かりよくすんなり、まあ江戸城無血会城に。持ち込んでしまったということを、あの批判してるんですね。まあ、それは、あの今の時代からすれば、まあ、それは、あの殺傷沙汰にならなかったのは。いいことではないかと思うんですけれども、まあ、福沢にとっては、あの。そこで失われてしまった大義があると、それは、まあ、侍です。えー、武士道の精神、まあ、士族の精神が。 あの活海州のあの行動のおかげで失われてしまったんだということです。ここはあの非常に矛盾して聞こえるところです。つまりあの福沢諭吉はあの誰よりも洋楽のあの機種であって、でまあ洋楽に基づいて、えー、まああのまあ日本の近代化、合理化、まあそれから民主化に邁進した。 はずの人が、まあ、最も封建主義的な武士道をここで、あの、改めて来賛している。だまあ、武士道は、この場合、本来だったら、あの、断捨離されるべき、あの、大義である。まあ、断捨離されて、失われるべき大義である。だけど、ここで福田が起こっているのは、この、いや、この、えー。まあ、あの、武士道に象徴される私風というのが。 あのなければそれはあの日本人として非常に重要なものを失うのだとだから勝海舟はそれをないがしろにしたのだと、まあ、言って、えーまあ、徹底批判してるんですねでこれはあの非常に矛盾して聞こえますけれども、まあ、ある意味あの福沢によるあの国家の近代化とそれと武士道っていうのが、まあ、矛盾してるっていうよりは。 アンンビバレンスだったと思いますつまりあの福沢の近代化はあの外面から見たらそういうあの封建性を克服して出来上がっているように見えますけれどもそのあの福沢自身が誇りに思っていたその士族の精神を失ってはやはり日本の近代化は成り立たなかったというまあそういうアンビバレントなロジックがそこで作用しているんじゃないかと。 いうふうにまあ私は思いますです,ですからその意味であの福沢は痩せ我慢が必要ではなかったかということで,でこの痩せ我慢というのはある意味あのまあソロで言えばあのまあ、うん、まあ抵抗の精神ですねまあソロがあの えーまあ、一度牢屋にぶち込まれたのはこれはあの米牧戦争、まあ、メキシコとの戦争にまあ反対したからそしてあのメキシコとの戦争によってさらに拡大してしまうであろう黒人奴隷制に反対したからですねだから税金を払わなかった税金を払わなかったので、まあ、あの牢屋にあの一晩ぶち込まれたということがありますが、まあ、<laughs> その時にまあ、えー まああのソローはですね迎えに来たあの師匠エマソンがまあソローに対して「ヘンリー一体どうしてこんなとこへ入ってるんだ」というふうに言うそれに対してあの牢獄の中にいるまああのソローは師匠に対して「なんであなたもここに入らないんですか」というふうにまあ答えるということがあります。だから彼ににとってははこれは非常に有名なあの言葉が あの市民の抵抗の中に、まあ、収められていますけれどももしも人間をあの非常に不当な形で投獄するような、まあ、そういう政府の下ではむしろあの正義の人間があの存在すべき、まあ、唯一の居場所というのはまさに牢獄以外にないということをソロは言ってるわけですね。 ですからあのそういう意味合いであのいわゆるどんなにあの時代の流れが <laughs> あのその、まあ、戦争であるとか奴隷制の拡大に流れそうでも、まあ、それに対してまあ徹底的、えー、に抵抗するしかもあの <laughs>、えーまあ、武力ではなくて、まあ、抵抗するっていうのが、まあ、後にソローが。 がんじなどにあの影響を与える部分ですけれどもこれは非常にあの、まあ、福沢諭吉の、まあ、痩せ我慢の思想に似ているなともともと私は思っておりました。<laughs> であの、まあ、今日のお話の、まあ、初めの方にちょっとあの引用しました。えー まあ、スラボイ・ジジェクに、まあ、少し戻りますけれども、まあ、ここから結論にいたしますが、まあ、スラボイ・ジジェクはですねあのとにかくあの、えーまあ、スターリニズムとかマルクシズムとかポピュリズム文化大革命、まあ、それから人類解放友情といった、まあ、そういう大義がさまざまな形で、まあ、あの <laughs> まあ失われてしまった。 あとされるで今では用済みとされるしかし、まあ、それとあの昨今のリベラルな民主主義とあの考えたら、まあ、リベラルな民主主義を本当にその代替物にしていいのかとだからそれをあの徹底的に、まあ、批判するためにあえてすでに失われてしまった大義の本質を考え直すということを、まあ、行っているわけですね。 でここであのジジェクがあのアラン・バディーとかサミュエル・ベケットをあの、えー、引用して言ってるのは、まあ、ベケットの引用が面白いですね、まあ、ベケットはだからもし、まあ、人があの、まあ、一度失敗してももし諦めさえしなければ次はもっとよく。 もっとうまく失敗できるだろうというようなことを言ってるわけです。だから、これはあの敗北とか挫折とかそういうものに関してえー、まあ、言ってみれば、あの非常にパラドクスカルなあの価値を見出しているわけでですから、あの失われてしまった。大義というものもですね。これもあの単純にもう今は用済みだと。 言ってあの振り向かなないのではなくてむしろあのその中であの我々が失ってはいけないものというのがあるのではないかでこのロスト構図というのは非常に都合のいいことにあの構図は今まで大義と訳してきましたけれどもしかしそれと同時に原因、まあ、構図とエフェクトの構図でもあるわけですよね。 あの負けた南部の人たちはこの失われた大義を神話にするにあたってそもそもの原因を非常にあの、えー、語り直して作り変えたわけですよね。だからそういう形で物語というものが、まあ、生まれてくる。まあ、これはあのフォークナーの言葉を借りれば、まあ、あの南部の敗戦というものをあの経由しているからこそまあ 自分はそういうあのいわゆる歴史の,、まあ、あの主流ではない、まあ、一種の,あの聖書外転的な形での物語を紡ぐことができたのだというビジョンに結実します。そして、まあ、今日私がなぜその「The Lost Cause」という概念「失われた大義」という概念にあの惹かれるようになったかというとそれは。 やはりあの今の我々はあの国と国との戦いとか、まあ、あの世界戦争とかそういうものはとりあえず目の前にないかもしれないしかしこれはあの国と国ではなくて今我々が直面しているのは人類と新型コロナウイルスというあのもう一つの巨大なグローバルな戦いである。 ということだからですでこの戦いは、まあ、それこそあの <laughs> 負け戦かもしれないで実際我々の中でこれまで進歩してきた民主主義とか、まあ、資本主義といった大義が次々に、まあ、損なわれ失われているかもしれないしかしにもかかわらず我々の中であのやはり失ってはいけないものがあるのではないかあこれはあの福沢で言えば痩せ、まあ、我慢 うんしなければならないものがあるのではないか。まあ総論的には抵抗しなければならない部分があるのではないか。まああのそういう形で考えると我々の中ではいろんな形で今あの対義が引き裂かれた状態にある。しかしそういう引き裂かれたあまあ矛盾だらけの状態の中から新しい物語が生まれ落ちてくるうのは確実ではないかと。 いうふうに私はあの一人のアメリカ文学者として信じたいというふうに思っていますまあ、以上あの非常に拙い話でありましたけれどもまこれをもって私の最終講義に会いたいと思いますご清聴ありがとうございました 辰巳先生素晴らしい最後の授業をいただきまして誠にありがとうございました思い返しますに2019年の11月号の雑誌思想では特集として危機の文学というものがございました辰巳先生ご自身がその企画にも携わっておられましたが危機の時代においてまあ文学とは一体どのような役割を果たすのかまた言葉 を使った物語というのはどのような意味を持つのかということに通じるお話だったと思いますまた痩せ我慢というものをま積極的に評価した福沢の痩せ我慢の説に表されている態度が今このような時期だからこそ求められているということの認識を新たにした次第です本当にどうもありがとうございました さて、ここで5分ほど休憩を取らせていただきたいと思います。ご質問がある方は、この間にチャット機能をご利用になりまして、質問をご記入いただければと存じます。 休憩終了後、辰巳先生が寄せられたご質問にすべ、まあ、てお答えするというわけにはあの時間の関係上いきませんが、いくつか選ばさせていただきまして、お答えしていただけるというふうに伺っております。それではしばし休憩に入りたいと思います。5分後にまたお集まりください。はいえっと はいえー、辰巳先生の方に、えー、質問を頂い,いております、えーと、チャットの方をご覧ください。えー、失われた大義というものは、えー、まさにノスタルジックな解雇主義の下、元歴史性修正主義の危険性、また福澤先生の痩せ我慢の説においても、えー、戦中の一億総玉砕の、えー、思想へと地続きに転換してしまう危険性というものがはらんでいるということですね。えー、そののにについて、えー、いいてかかがどよように考えればよいか ということにつきまして、辰巳先生の方にご説明いただければと思います。え例えば、先ほどの講義の中でも、大義というものと負け戦というもの。うん、大義になると、まあ、例えばポストトゥルースにつながっていくような態度というふうに考えられます。うん、負け戦になると、それはむしろ信念というふうになっていくと思います。うん、その揺らぎが構図という単語の中にこうまとまっているという点について、うんうん あの付け加えることがありましたらご説明をお願いできればと存じますお願いいたします。はい、ありがとうございました。あの、えー、このご質問もあのまさにあのそういうことを聞いていただくのを待っていたと、えー、非常に嬉しいご質問であるというふうにあの歓迎したいと思います。で、あの私が話したことで失われた大義はもちろんあの歴史修正主義の危険を 並んでいます。まあ、しかしあの、まあ、具体的にその南北戦争で敗戦したからこそ紡ぎ出すことができた想像力の世界というのはあるのでそれは私はあのウィリアム・フォークナーが言ってるような、まあ、あの今公の歴史ではないけれどもさまざまに捨てられてしまった歴史。 えー、それこそ断捨離されてしまったような歴史というのがあるそういう、まあ、あのキャノンではないものに、まあ、目を注いでいくというのが、まあ、一つ文学の使命ではないかというビジョンに、まあ、私は賛同するものですなぜならばそういうふうに断捨離されてしまった歴史捨てられてしまった歴史の中には弱者の歴史、ね、それからまああの 少数派の歴史というのがまあ必然的にあの、えー、含まれてるからですねでですからあの、まあのまそれが最終的に1930年代のあの、えー、アメリカが大恐慌で、えー、経済的にもうあの破綻をきたした時のあの まあ、機動力になっていくつまり、まあ、失われた大義という歴史改ざん歴史修正主義に過ぎなかったものが一つの巨大な物語となってむしろ一つの国家がまああの復活していくその機動力になっていったと思います。ですからあの今大口先生がおっしゃったようにあの失われた大義、まあ、大義はですねあの単純に考えるとあのまあ南部がですね一、まあ、つの まああの言い訳というか負け惜しみのようにして無理やりあのひねり出したあの自分たちにとって都合のいいい物語かもしれない最初はそうだったかもしれないえだからひょっとするとあのトランプ流に言うポストトゥルースとかあのえまあそういうオルーターナティブファクトといったもののまあ起源にあのロスト・コーズはあるのかも 知れませんしかしあのそれと同時にあの、まあ、先ほど「Mr. ミス GoesToWashington」の中で強調されたようなあの負け戦の概念ということを考えるとこれはやはりあのソローやあの福沢にも通ずるあの。 抵抗や痩せ,せ我慢のの、まあ、思想というものに結びついてくるつまりその抵抗とか痩せ我慢がある程度必要だというのはたった今自分の目の前に見えて進行している歴史それがあの到底受け入れがたいものだった時にあのどんな形でも自分の中で抵抗を示すという姿勢ですね。で、あの それはもちろん一つの矛盾になるわけですけれどもしかしまあそういう矛盾とかまあアンビバレンスを置いて物語というのはあの浮上してこないのではないかでまあそしてそういう物語が浮上してくる瞬間というのが私は文学ではないかというふうに思うのでそこであの ででのあの最最後の授業を最初に出したわけですつまりあの道での最後の授業も今から考えるとあれは道ではとん,とんでもないペテン師でそして、あのーまあ、あの歴史を都合のいいように物語にしてるとしかしまあ、あのー、そういう物語化ですね物語化の力っていうのが、あのー、人々を感動させるのもまあ事実でありそしてまあ今日のあのー サブタイトルで、まあ「慶応義塾とアメリカ」というふうにあの書きましたがそれの、まあ、英語のタイトルにしてたのは「The Origins of K.O. Transnational American Studies」という、まあ、そういうあの言葉なのですがそういうあの、まあ、福沢諭吉に端を発するそういう勘 太平洋的なあのビジョンから一種その当初は南北戦争の南北戦争以後の南部だけのものだった失われた大義っていうのが今日非常にグローバルにそれからトランスナショナルにあの意味を持ってるのではないかそれが今日我々があの新型コロナウイルスという。 人類があのまあ、戦っているこの戦争を,を根本から考え直すのにも、えー、大いに役立つのではないかということです。えー、ご質問ありがとうございました。ありがとうございます。えっ、ー、とその際にですね、えー、例えば、えー、この時期に触れておくべき文学作品というものがあれば、うん、というご質問なんですが、<は>もちろん新しいものでも、はい、あるいはその。 古典だからこそ今だからこそ最後の授業のように読み直すべき作品というものもあると思いますがうん、うん、いかかがでしょうか、はいえー、やはり、あのー、先ほどちょっとちらっと述べましたけれども。あのー まあ、ハーマン・メルビルのね、まあ、モビー・ディックであるとかあもうもちろん奴隷制が解体する以前南北戦争以前に書かれてるわけですからやはりあの作品は何度でも読み返すべきであろうしそれからごく最近では あのコーリンホワイトヘッドというまああのまあ新しい作家がですねそれこそアンダーグラウンドレイルロードという小説を書いてあのたくさんの賞を取りましたこれはあの非常に面白いのはアンダーグラウンドレイルロード今日あのハリエットタブマンのあの話の時に述べましたけれどもこれはあくまでメタファーであってあの実際にあの まあ、南北戦争当時地下に鉄道が走ってたわけじゃない地下に鉄道がは走ってたわけじゃなくてあのまあえー、黒人奴隷が逃亡する単なるルートのことですねだけどあのコーリング・ホワイトヘッドはそれを実際に地下に鉄道があの走ってたという設定にしてまあ、一種あの えー、スレーブナラティブ、まあ奴隷体験記的なあのスチームパンクにして書いている、その意味で大変面白い作品ですので、最近あの確か早川書房で文庫に落ちたと思いますから、ぜひあのお読みになると楽しいと思います。よろしいでしょうか。はい、えっとそれではえっとそろそろ最後の質問になるかと思いますけれども。えー インターミッションの時にあのビデオにも出てきました、はい、アマンダ・ゴードンの死や、まあ、彼女を通して見えてくるアメリカの行方についてご意見をお聞かせくださいということなんですが、はい、いかがでしょうかあのアマンダ・ゴーマンの死はあの大変私も深く感銘を受けましたというのはあの,あの時バイデンあの新大統領は明らかにあのジョン・ウィンスロップの,あの アーベラ号上の演説ですねキリスト教的慈愛の雛形を念頭に置いていたと思いますそして、まあ、キリスト教的慈愛の雛形というあの演説は、えー、まあ,あのとにかくシティアポンナヒオですね、まあ、あの丘の上の町つまりあの、えー、丘の上に、まあ、あのキリスト教的な信仰を持った、まあ、共同体を 作るのだまあある意味地上に神の国を作るというアウグスティンス的なあの感覚で捉えてもいいと思いますけれども、えー、一方そのアマンダ・ゴーマンの方はあの西の丘っていう言い方をしてたんですね。でそこが私は印象深かったつまりあのジョン・ウィンスロップを引用したバイデンはやっぱり東海岸の、まあ、ウィンスロップはとにかくマサチューセッツに来るわけですから、えーまあ、東海岸の方の あの丘の上の町のイメージだったんですけれどもあのアマンダゴー・ゴーマンの中にはあの、えー、西の丘が出てきてつまりあの、えー、それからあの市の中では東西南北全部扱われてたところも非常に興味深かったですね。ア、まあ、アメメリリカカ全土に彼女はあの、まあ、アメリカ人の根本的なあのビジョンを えー、応用し拡張しようとしていたと思います。えー、そこに私はあのまあ新たなあの物語があの生まれるのではないかというあの確信を得ました。どうもご質問ありがとうございました。 とどうもありがとうございました。えっとここで、えー、残,残念なんですけれども、うん、あの時間の関係もございますので、質疑応答を終わらせていただきます。皆様、たくさんのえコメント、またご質問をありがとうございました。本最終講義は、塾内の学会、芸文学会との共催となっております。えその芸文学会で、辰巳先生のご退任を記念した論文集を刊行いたしました。 実はあの編集がギリギリになってしまいましてあの昨日あの届いたばかりなのですがこちらを辰巳先生に贈呈させていただければと思います。また先行一同より花束をご準備いたしましたのでこちらも一緒にお受け取りいただければと存じます。 お名残惜しい気持ちでいっぱいではございますがまたあの辰巳先生のお話をもっともっとお聞きしたいと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思います実は4月の10日には日本アメリカ文学会東京支部例会の特別講演に辰巳先生がご登壇されるという予定になっておりますそちらの方もぜひご参加いただければと存じます 慶応義塾での38年にわたる辰巳孝之先生のご指導に心からの感謝を申し上げつつ本日の最終講義をこれにて閉会させていただきますご参加の皆様どうもありがとうございました辰巳先生本当にどうもありがとうございしました <laughs>